こんにちはテンバーデミアフリヒデオです今日はバリ島の旅行でね、えー、ちょうど今バリ島にいるんですけど、まあ、ここには低価という概念が存在しないと。ねまあ、こういう国は他にもあるんだとは思うんですけど、まあ、エジプトが近かったかな。まあ、ただね、えー、普通に日本人が旅行する場所とか、あるいは、えー、日本ではあんまりない、ね、ことなんですけど、 定価、まあ、という概念が存在しないと。ね、相手を見て、えー、すごいぼったくると。で値札すごい高くついてて、えー、物事が分かってるというか、現地の人は値切って買うとか、まあ、そういうね、えー、なかなか普通に日本で暮らしてたんだと、まあ、体験できないスタイルなんでね、まあ、ちょっと面白い。逆に日本で常識だと思ってることがね、えー、それほど常識じゃなくて、まあインド、インドネシアの常識というのは、えー まあ、新興国の常識に近いのかなという気がしたんでね、えー、それについてお話します。まず、バリ島には低下という概念はないという話したんですけどね、まあ、タクシーのぼったくりとか、ね、レストランのぼったくりとか、そういうのを普通の人は想像すると思います。まあ、ところが、ねえー、そうじゃなくても、いきなり航空会社、ガルーダ、インドネシアから、もうそういう、えー、スタイルが、 始まります、ねまあ。ビジネスクラスにアップグレードする料金ね、えまずそこから低下という概念はないと、一物一家というえこともないし、同じとこから買ってもね、え買う順序が違うだけでも、え値段が、えー、10万円近く違うという事実があります。ねまあ、妥当な金額は需要と供給で決まると。 いうことを知らされます欧米のね、えー、飛行機会社だと、それはあの混んでるときは高くなると、ね、えー、空いてるときは安くなるというのはありますし、まあ、最近は日本もそういう風になってますけど、もうそういういい次元じゃないですね、えー、単純に同じ航空券をどう,どういう順序でクリックしたかとかね、えー、いつ、どこからアップグレードするのかとか、えー、そういうことでね値段が劇的に変わってきます。 まず、エコノミーの料金、片道42,980円。まあね。で、往復8万5,000とか6,000なんでね。まあ、これエコノミーで素直に起こするなら、まあ、特段何の問題もないと。しかし、ビジネスクラスを利用した場合は、知っていると知らないとでは結構な差額が出ます。そして、ガルーダ・イントネシアは、え成田から、ね、えー、バリと電波差あルまで。 7時間以上乗るなのにビジネスがね、えー、片道3万2500円でアップグレードできるというね、えー、非常にビジネスを利用した方がお得な航空会社なんで、まあ、できれば、ね、ビジネスを乗った方がいいだろうと。でそういえば私、バリ島に昔、えー、昔って言っても20年ぐらい前、何度か来たんですけど、確かに、ね、ビジネスクラスで安く乗れるから好きだったっていうのがね、理由だったなっていうのを今回の件で思い出しました。 ビジネスクラス。事前にアップグレードすると、約8万円。さっきがね、4万2980円で、こっちが12万4980円ですから、8万2000円ですね、えー。事前にビジネスクラスのチケット買うとアップすると。まあ、しかし、後からね、述べるツアー会社を使うと、3万5000円のサークルでアップグレードできます。しかも往復で6万5000円。だから3万2500円ですね、片道。これはかなりお得でね、このツアー、 キャンペーンって書いてあるんですけど、英会話学校の入学金0円みたいな形でね、ずっとキャンペーンしてます。ないし20年前もこれキャンペーンやってたんでね、いまだにやってんのかよと、いまだにやってんのかってずっとやってんだねって感じですよね。で、まあ、エコノミーでえー予約して、これ片道3万5千円でアップグレードできますから、どうせ空港のカウンター行けばね、もしかしたら2、3万でアップグレードできるんじゃないのかなと。 思って、えー、チェックインの時ね、いてるアップグレードしたいって言いました。アップグレード空いてますって言うんでね、えー、じゃあお願いしますって言ったら、差額が10万9000円ですって言われてね、やめました。なに、何それって感じだったんですけど、えー、こっちですね、えー、この、えー、事前に買った時でも変更できるとかいう高い航空券との差額が取られちゃうって形になるみたいです。まあ空いてるならね、別に、 まあこの片道3万5千円のアップグレードあんだから、それと同じか、それより安いぐらいのアップグレードすりゃいいじゃんと思うんですけどまあそ、そこはあんまり合理的じゃないのがね、逆にインドネシアらしいなという感じですけど、エコノミーで7時間15分かな。で、隣は普通に人がいて、や,やっぱ窮屈で疲れるもんでしたね。まあ、もっといい。さらに、 ね、安くアップグレードするチャンスがあるというのがね、このオークション方式のアップグレードあります。これオークションなんでね、その入れた金額でアップグレードされないこともあるんですけど、まあされるかされないかまだわかりません。結果出てないんでね。ただ、これされた場合は2万5千円でアップグレードされる可能性があると。ただね、事前に申し込んで3万2500円でアップグレードできるんだったら、まあ別に素直に3万2500円で往復6万5千円払ってアップグレードした方がよかろうと。 いう気がするんでね。これ使う人いいのかなと。逆に使う人いないならアップグレードされるのかなと期待してるんですけど、また結果が分かったらね、バリ島旅行全般の締めくくりの感想とともに、ね、バリ島のこの動画の人気があるようであればアップしたいと思いますで。さっき言ったね、ビジネスクラス体験キャンペーン、このキャンペーンね、ずっとキャンペーンしてるみたくて20年前にもね、 えー、3万5000円、片道3万5000円でアップグレードできると、まさにこの値段でしたね。で、えー、アップグレードできるんで、バリ島はビジネスで行けるからバリ島好きという形でね、バリ島よく行ってました。まあ、よくでもないか、3回ぐらいかな。で、もとい、そんな形なんですけど、ここで驚くことがね、このキャンペーンをやってるのは、このガルーダ・ えー、オンラインツアーズかな、えー、っていう会社なんですね。ガルーダの子、えー、会社ですけど。で、えー、エコノミーのツアーを申し込んで、えー、このキャンペーンのアップグレードっていうと、そのアップグレード、えー、されるという形になってます。だからね、そのキャンペーンのアップグレードの金額で、まあ、ビジネス利用できるのかなと思ってビジネスボタンを押して試してみたらね、えー、そうじゃないと。初めからビジネス申し込んじゃった場合は、えー、10万6000アップすると。 全く同じ内容なのに、ツアーでビジネスを選ぶと、えー、10万6千アップ、2人だと21万2千アップしたわけですね。で、ツアーでエコノミーを選んで、永遠に続いているキャンペーンに申し込むと、6万5千アップ、2人だと13万アップ、で、その差8万2千円と、ん、ね、?8 万6千円じゃんどういう計算してるんだ。まあ、8万6千円ですね、えー。これはすごい、なんか日本の 日本の普通の感覚だと同じ会社で同じ内容になるのになんで申し込みの方法が違っただけで8万6千差額が出るんだいというね驚くべき内容になってますさすがガルダ・インドネシア、まあ、インドネシアはね、えー、甘くないなと、ね、クリックの順序を間違えるとか、えー、作法を間違えただけで、まあ、大抵の人は、ね、旅行2人で行くと思うんであれは4人で行くとしたらね その差が16万17万2000円になるわけですよね。えー、驚きましたで、まあ。ビジネスクラスに乗りたい場合は、ねえー、ガルーダホリデーズで5 6万5 0円のアップグレードをすることをお勧めします。ちなみにエコノミーで、ね、非常口の座席を取ると7900円アップになるんですね。 7900円アップしてエコノミーの食事で、えー、ラウンジも使えなくて、えー、ウェルカムもドリンクも出ないということを考えると、まあ、全然これは、えー、ビジネスクラス、ねえー、ツアーのビジネスクラスでアップグレードがいいんじゃないかなというふうに思いますそして、まあ、飛行機、ね、乗って、えー、到着しましたでタクシー料金、ね、これも、ねえー、ほとんどの国で見かけない恐るべき慣習が 公式のチケット売り場があるんですけどね、そこでまあチケットを買えばタクシーで目的地まで行くと。まあ、この場合ね、通常ぼったくりがないようにとかいうことでこういう仕組みになってるんですけど、なんとバリ島の場合はね、定価がないと。まあ、定価書いてあるんですけど、まあ、今はいくらになりますと言われてね、それ高いじゃんっていうと、じゃあ乗れません。ね、どうなってんのって感じなんですけどね、公式のその、えー、チケット売り場で 定価が書いてあるにもかかわらず、定価で買えないことがあると。雨が降ってタクシー少ないとかね、深夜便だとかいうときにはね、あるいはみなりが良くて金ありそうだなというとね、えー、定価の倍取られると。まあ、ただ定価の倍取られてもね、例えば2000円が4000円になるとかいうぐらいのダメージなんで、まあ、まあ別に気にしなきゃどうでもいいような差額です。まあ、ところが、 このタクシーチケット買わずに、え普通に歩いていくとね、もうすっごいいっぱい、えー、タクシーの、えー、客引きがいます。でね、えー、ライセンスみたいのを見せて、安いよってね、えー、すごい、俺が一番安くやってんだってね。クタレギャンで100万ルピアだ。俺より安いやつはいないって言ってるんですけど、クタレギャンで100万ルピアってこれ2、ね、0 8 0 0 0円なんですけど、これ公式価格の5倍から10倍ですね。 公式で倍ぼったくられたとしてもその金額5倍日本のタクシーより高くなる可能性が高いです。あとねもうスマホを見ながら ねえー、こうタクシーの乗り場付近で待ってると、ウーバーだろうと、ね、ウーバーここじゃ来ないよと、1km 以上歩かないと乗り場ないよとか、まあ、すぐ近所にいるのは分かってても、嘘800言ってね、えー、なんとかぼったくりタク,シータクシーに乗せようとします。そんなこんなでね、バリ島はやっぱね、えー、空港からの送迎はホテルに頼んだ方がいいなというふうに思いました。ね、ホテルに頼んでも、えー、2500円ぐらい、まあ、英語で普通にね、えー ブッキングとかホテル直で取る場合にはそれで、えー、来ます。で、日本のツアー会社に申し込んだり、えー、高級ホテルのリムジンを使うと、この超ぼったくりと同じ金額になりますけど、まあ、超高級ホテルはね、そもそも車がいいというので、まあいいんじゃないかなと。 でまあえー、日本のツアー会社はね、えー、大した車じゃなくて、結局、年収の手数料でぼったぐらいじゃんぼったぐらい,っていうか、高くなっちゃうんですけど、まあ、だったらもう素直にね、えーまあ、乗っちゃってもいいのかなと、どんなタクシーでもという気がします。何、まあ、それになるようにね、えー、ホテルに頼むっていうのが一番無難でおすすめかなと。あとね、一番まあ、 ある,ある意味、タクシーの,このぼったくりはね、えー、世界共通で、まあいい、いいっていうか、よくあるんで、驚きもしないんですけど、まあ、この飲食代はね、えー、結構驚きました。ね、これ飲み物は通常、ホテルが高くてコンビニが安いというんでね、まあ、コンビニで買いだめして、えー、ホテルで飲むんですけど、なんとね、えー、そうじゃない場合があると。で食べ物もホテルが高くて、街中のレストランの方が安いんですけど、これまたなんとそうでもないと。ね バリ島ではこの常識が通用しない。この常識が通用しないとこっていうのはね、世界24か国か25か国行きましたけど、バリ島が初めてですね。で、綺麗なコンビニで買おうとすると、金額よく見たらね、ホテルのミニバーと同じか、ホテルより高い金額で売ってるんですね。わざわざ外からね、持って帰ってホテルのミニバーより高いんじゃ意味ないんで、全然買う余地なしと。 で汚くて小さなショップはね、運次第でホテルの3分の1で買えるか、ホテルより高くぼった買れるかが決まります。これ買ってみないとわかんない、ねえ。ちょっと買ってみてねえ、たまたま私はちょっと買ってみたらね、えー、もうあのよくわかんないから大きなお金出したらちゃんとお釣り返ってきた。ここ,こは、えー、ぼったくる気ないんだなと、安く売ってんだなっていうの分かったんでね、まあ、そこでフルーツやら水やら仕入れてますけど、まあね、えー、逆にその、 ちっちゃいところからって言ってもああまあ観光客だから、ね、3倍取ろうとか5倍取ろうっていうところは普通にあるでしょうねこの調子だと、まあ、そんなこんなで、ね、転売で儲けようと思う人がビーチリゾートに行こうと思ったら、まあ、バリ島がおすすめです、まあ、ちゃんと調べるとかね、えー、ちゃんと交渉するってことをしないと、まあ、普通に過ごせる、えー、2倍あるいは5倍、えー、お金が取られるというのでねまあ普通に 日本の低価販売一物一過性に慣れてる身にね、えー、ショックを与えるんだといいのかなと。まあ、ただ、どんなにぼったくられてもね、ハワイよりは格段に安いので、まあ、ぼったくりを気にせず応用に過ごすという選択もありかもですね。というか、気づかないかもしれないですね。普段ハワイとか行ってて、まあ、バリ島どうかなって言ってきた人が、バリ島でいいねを払って帰っても、いやバリ安いねって形でね、 タクシーぼったくられたとか、えー、街中の買い物とかレストランぼったくられたことに気づかない可能性もあると。ねえーまあ、20年前に来てた私はまさにそのパターンでね、まあ、多分ぼったくられてたはずなんですけどね、えー、そもそもぼったくられたとしても、ね、2000が4000になるとか、えー、3000が6000になるとかいう次元なんで、まあ ハワイとか高い観光地で昔20年前は日本も高かったんでね日本とかハワイで暮らしてる人がバリ島だとね果たしてぼったくられてるのかどうかよくわかんないという感じなのかなという気もしますあとね世界の観光客にバンコクが人気というのでね、まあ、私はバンコクなんで人気なのかわかんなかったんですけどこうやってバリ島に来てみるとあバリ島に比べてみたら、えー、バンコクっていうのはねぼったくり少ないなと せいぜいタクシーが3倍取るぐらいで、まあ飲食店とかもね、えー、別に観光客価格で高くはありますけど、まあ普通にね、えー、ホテルが高くて街中安いとかコンビニ安いとかっていうのがあるんで、まあ、えー、こういうバリとか中東なんかに比べると、バンコクっていうのははるかに、えー、安心できるというかストレスが少ないのかなという気がしました。まあそんなわけで、ね、えー、価格を比べるとか。 高いと思ったら使うのやめるとか交渉するっていうその転売に役立つスキルをね身につけるのであればバリとおすすめですまあ3泊4日とかね3泊5日か5007日で、まあ、どれだけのね、えー、カルチャーショックがあるか分かりませんけど まあ最終日あたりにスーパーに安い現地の人のスーパーとかね、なんかを比べてみると、おーお、ずいぶんぼったくらいだもんだねということに気づいてね、やっぱ価格を調べた方がいいんだなということにね、気づくんではなかろうかという気がします。そんな形で、なかなかバリ島のこの価格システムというか、低下がないと、すべてふっかけてね、取れたら取っちゃうっていうスタイルがね、なかなか斬新だったんで、面白いなと思ってシェアさせていただきました。 以上、テンパーアカデミー堀秀夫でした。